行軍停止。リゼット、変わりありません。そうか。リゼット、リュドミラ隊長、俺、ほう、だが己の力一つなどたかが知れている。その手段としてはまずモンスターの捕獲、加えて自分や仲間の装備を整えることだ。また一部の装備は宝物としてエルデ各地に保管されている。それらを探し出し手に入れるのもいい。仲間と装備か。うむ。そして飽くなき鍛錬こそがそのすべて。休憩終了。総員、フィン、待て。仲間にしたキャラクターで、それとこの辺りには強力なモンスターも生息。力が分かるぞ。力が分かるぞ。分かるぞ。俺は聖地。分かるぞ。力が分かるぞ。力がみなぎってくる。戦術をまずは、あ、今のは覚悟しろ。悔しいな。
おっと待ちな、そんな目で見る。長年こんな生活を。というわけで、閉める。どうだ、やっしまった、やっしまった、ふん、覚悟しろ。俺の負けだ。ここまでなのか。負けた。だが。リグランドオート。私はリゼットとティオをセリオ。君はブグヤに行って。わかりました、リゼットティオ。うん、ここまで本当にありがとうフィン。フィン、はい。武器屋か。リュドミラ隊長。うむ、市民病という中でもティオはいや、そのようだな。市民病。現在騎士団として。来たまえ。団長。おリグランド王国赤竜騎士団団長、ようこそ。赤の紋章の勇者。さて、早速なのだが、いくつか質問を。お父様、聞きましたわ、紋章の勇者。ん、申し訳ありません。で、まさかこの田舎。うん、しょ。だがまずは名乗れ。赤竜騎士団第一遊撃部隊隊長、アストリッド・フォン。ここでは団長と呼びなさい。さて、フィン君、まず君はゴーマ説についてどの程度。エルデの病みたいなものだって聞いてます。魔族の影響でも。そ、よろしい。ではモンスターたちを戦。うん、だ、一体エターナ不死の魔人、暗黒、およそ陳腐とすら思える禍々しい呼び名で。エターナル、永遠や不滅を表す言葉よ。魔族の王様。で、でもそもそも殺せないんじゃ、どうやってゴーマ説を終わらせればいいんでしょうか。君はエターナルから不死の力を授かった者と戦っているが。俺の村ロッセ、それにリゼットのウェスカテオ王様。先の襲撃で滅びた村の名。この男、武器、魔法、薬品だが、
奴らの不正を払う。俺の人。そうだ。勇士以来その存在はその身に不死なるエターナルを倒すことで。そんな大それたものが。ゴーマ将との戦いの折。え、いえ。伝承ね。ですが本当にその紋章でエターナル。アストリッド様、エターナルに関しては交戦記録がありますが、勇者に関しては。そうだ、過去の記録は。そうすることで紋章や18年を経て再発した。さてフィンク。俺は戦いたい。うん、俺にゴーマ説を終わらせる力があるの。兵士だった父さんティオのように病気。ウェスカテアロス。フィン。若い。だが鋭く、魂の素養は十分。は、試練の死。許可する。試練。フィン、相当に厳しいぞ。はい。うむ。では団長。尻尾を待っている。彼は槍。団長の試練は王都の北東だ。